こんばんは、ワギワギ、ワギワギ。こんばんは、フリュリ。あ、フリュリ、やった。来てくれたじゃん。ヒガちゃん、ギルドバトル、お疲れ。あ、ありがとう。本当にいつもありがとうね。もうね、感謝しかないよ。本当に嬉しい。ありがとう。なんか、言葉ではさ、メッセージはあんまうまく書けないからさ、語彙力なくって。だからあれなんだけど、今も語彙力ないね、ごめん。ハートありがとう。ありがとう。リカちゃん久しぶり、サイン会当たったよ。楽しみすぎる。リカも楽しみ。もうね、1週間切ったよ、みんな。って方、あるよ、まだ。あ、犬ありがとう。かわいいね。犬なんてあるんだね、今。かわいい。ほっぺたはナチュラルです。眉毛の色はいつもこれですよ。明るいね、確かに。ちゃんと眉マスカラ塗ったからかな。あ、アクスタ注文してるわよ。え、ありがとう。そう、アクリルスタンドみたいな、合ってるみたいなのもあるし、なんかこっちだけこけてない？なんで？だからいつもこっち向いちゃうんだよね。ジージーありがとう。ジージーありがとう。かわいい、ありがとう。非公式楽しかった。4時間あっという間だったね。あっという間だったね。もう笑いすぎてね、なんか口角痛かった。手形追加するし、応答嬉しい、ありがとう。平日の称号を取りに行くので個人メッセージ楽しい。あ、うるうるしてる。絵文字かわいいよね、いつも思う。顔文字か、かわいい。ありがとう、嬉しい。手形感よろしくです。こちらこそよろしくお願いします。仕事で見れないから今手形ありがとうで、見れないのに応募してくれたの、ありがとう。お、レインボースターありがとうございます。全身は今ね、あのロンティーです。この前ツイートで書いてたおすすめの歌、ヘビーロテンしてます。お、嬉しいな、ありがとう。なんかツイートしてくれてたっけね、してくれてなかったっけ。してくれてたような記憶があるんだけど、めっちゃね、聞いてくれて嬉しいよ。ありがとう。あ、ピーナッツみたいな、ありがとうございます。書道は09です。09って逆にいいのかな。3回勝ちましたね。なんか連続で決めたんだよね、ゴール。やばいね。うわ、見たかったな。非公式頑張っててよかった。非公式はね、いつも楽しいの、めちゃくちゃ。けどね、生放送だからちょっとやりすぎないか心配になっちゃう、自分がね。リカちゃんの初サイン楽しみにしてる。お、ほんとじゃん。何やかんや、初めてなのかな。ありがとう。ハートありがとう。現地でどっかあるかな。ね、あったらいいね。あったら本当にみんなと会いたいな。このさ、状況下だからさ、無理はしないでほしいけどさ。けどやっぱ、なんか思ってたの、そう、この話したかったんだけど、なんか、同期にも言ってたんだけどね。あの、トーク会がさ、ない期間って、すごいなんか、ファンの方、と会えないからさ、なんか寂しい。なんかね、距離が遠く感じちゃう。寂しいなって思いながら毎日生きてます。だから会える時にいっぱい、あの、もうね、いっぱいお話ししてください。ありがとうございます。非公式ハードな記憶もあって面白かったけど大変だなって。闇ジュースはね、びっくりしたけど、めっちゃ楽しかったよ。で、だってさ、この機会がないとできない経験だからね。だって家で闇ジュースしようって思う？思わないでしょ。編み込みめっちゃ可愛かったです、嬉しい。なんか髪型さ、どうしようと思って決めれなくって、でも最初まで私服だったからさ、ストレートにしようと思ったんだけど、なんかせっかくだしアレンジしたいなと思って、まだやってない髪型がいいんですって言って、そしたらなんかメイクさんが、あ、じゃあ編み込んだらみたいな言ってくださって、サッカー見てた時、最終的にお酒は何杯飲んだの、7杯8杯ぐらいじゃない、多分前半で4杯ぐらい飲んだからね。あ、ピーナッツありがとうございます。ありがとうございます。関西でも特化してほしいね、本当にしてほしい、本当にしてほしいな。1たす1は2じゃないよ。ありがとうございます。いや、ありがとうございました。
とうございました。リアンさんとお話ししてみて、嬉しい、お話しようよ、いっぱい。でもリカが多分いっぱい話しちゃうから、もうやめて、俺が喋りたい、私が喋りたいって思ったら、もう静かに左手を上げていただいてですね、お願いします。ハートありがとうございます。ピーナッツもありがとう、嬉しい。めっちゃおしゃれな歌でビビった、また おすすめ、嬉しい。めっちゃおしゃれだよね。なんか曲によって、確かね、青木の記憶上、曲によって演奏する人を変えてるんだって。その曲に合ったあれになってるんだって。だからもうそのプロフェッショナルみたいな方が集まってるらしいよ。かっこいいよね。説明ちょっとあんま上手くないんだけど。ハートありがとう。花束もありがとうございます。アップルウォッチの待ち受け、リカちゃんとマキコさんのツーショットにしてていつも見て嬉しい、ありがとう、ありがとうすぐニヤニヤしちゃう。めっちゃ飲む、飲むよ、私飲もうぜハートありがとう、ありがとう。先は何が一番好き？ハイボールハートありがとう。最初から左手上げていきます。お、じゃあ上げてくれるのかな。右手上げたらもっと喋るよ。またたくさんお話できる日を待ってます。リカ待ってます。猫ありがとう、猫ありがとう。あ、何かわいい、かわいい絵文字、柴犬みたいな絵文字がある。初見さんありがとう。あ、ペンライトありがとうございます。リカちゃん、はーい。もう癖でさ、この音のとこ押さえちゃうんだけどさ、声聞こえなかったら言ってね。聞こえねーよ。両手上げていきます。お、上げてきて、両手上げたらちょっと困っちゃうなハートありがとう。はい、はい。飛行式面白かったね。リカも楽しかった、面白いって言ってくれて嬉しい。もうあれでね、面白くなかったとか言ったら、もうほんと闇ジュース飲んだのもう泣けちゃうわ。ハートありがとう。リカピ少し痩せた、リカピいいよ、リガピでなんか申し訳ないけど痩せたのかな最近。けどね、なんか節約しようと思ってて、そう、なんかそろそろ手形買いとかのためにお洋服も買えるなって最近ね、やっぱり劇場公演とかがね、あんまできないからさ、こう私服のお仕事とかが多くって、今まであんまなかったんだけど、私服でのお仕事が多いから、そろそろ私服を買わないとなと思いまして、節約をしようと思ったんですよ。で、節約をしようと思ったから今日はね、いっぱい食べちゃったんだけど、みんなとかね、なんか自分が外出してる時とかいっぱい食べちゃうんだけど、人よりとかの時は春雨とかかな、お味噌汁とかかな。あ、そうだ、ツイッターハートありがとうございます。あ、ペンライトもありがとう。ツイッターね、ツイッターこれやらないとね、難しいな、慣れないよね、連携。え、どういうこと？シェアね、ウィウィ、できてる？できてる？ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。ハートありがとう。あ、ペンライトありがとう、ありがとうございます。皆さんありがとう。ハートありがとう。レインボースターありがとう。ついてきた？よかった。ウェルカムトークショーやったけど、ケツメンバーになった。なった。実感はありますか？ないです。本当にないです。まだね、多分公演に出てないっていうのもある、出たことないっていうのもあるかな。うん、けど、エゴさんから LINE が来たときは、あーってなった。そう。なんか嬉しかったです。ツイッターのプロフィール写真いつ変えるの？あ、なんかハイガちゃんも言ってたよね、なんかツイートしてたよね、ちょっと内容忘れちゃったんだけどなんかね、やっぱ私の推しメンさんが公式プロフィールなのでですね、私は最初から公式プロフィールにしようと決めてたんですけど、勝手にやっぱ最初だからさ、公式マークとかもやっぱついてないからさ、この偽物って思われちゃあれかなと思って分かりにくいかなと思ったから、
とりあえず壁写にしました。脳が分かりやすいかなと思って、見つけやすいかなって。どうですか？ハートありがとうございます。ペンライトありがとうございます。きなちゃんじゃないです、きなさんです。きな様です。見つぎます。ハートありがとうございます。ピーナッツありがとう。こんばんは、こんばんは。ハートとバラありがとうございます。じゃあね、今からね、なんか最近こう、ね、あ、初見です。 Twitter とインスタから気になってきました。ありがとう、嬉しい、ありがとう。 SNS ってすごい。ありがとう、嬉しい。こんにちは、わらび。わらびを初めて聞いたぞ。使おう、これから。こんにちは、わらび。あ、ハートありがとう。K2 では初めて白紫振る時が来ると思います。嬉しい、ありがとう。でもその日を楽しみに頑張るね。なんか今やっぱりさ、こうお休みの期間とかがさ、お仕事がない時が、なんか公演とか踊る時がない時ってほんと寂しいよね。やっぱファンの方と会えないのが一番寂しいな。レインボースターとハートありがとうございます。ありがとうございます。初見じゃないじゃん。なんかけど久しぶりな気するよ。最近何してたの？リカがショールームするの久しぶりだからか。こんばんは、こんばんは。あとたまにバキバキビート見てたので名前は知ってました。あら、お、嬉しい、ありがとう。バキバキビート見てくれてんの、もうあれじゃん、もうバカって思ってるでしょ。テレワありがとうございます。あ、ハートありがとう。ペンライトもありがとう。前みたいにダンス配信してみようね。したいんだけどね、なんかお家ってあんまり思いっきし踊れなくない？わかんない、みんなの家がどうなのかわかんないんだけど。みんなの家がどうなのかわかんないんだけどね。早く会いたい。ほ、本当にリカも会いたいよ。 SSA の握手会買ってな、買ってたので行けなかったけど次行きます。あ、あれか、スーパー埼玉アリーナの東海ね。スーパー埼玉アリーナね、寂しいよ。あ、音符ありがとうございます、嬉しい。 K2 のイベントはウェルカムトークショーが初めてな。あ、来てくれてるのね、ありがとう。ね、本当に嬉しいな、なんか初めて嬉しいな。あ、バラありがとうございます。ダンス配信懐かしいね。あの時の重力シンパシーとか全然踊れてないもん。違うよって言いたくなっちゃう。こんばんは、こんばんは。自己紹介をココナさんのブンブンに変えるとき飛んできました。じゃあ多分変えます。でインスタで聞いたんです。美味しかったですか？嬉しいってくれて。がめっちゃ好きなんだけどね。ね、好きかな。あ、ハートありがとう。小判もありがとう。あ、ハートいっぱい、いつもありがとうね。埼玉スーパーアリーナです。うん、スーパー埼玉アリーナだよ。こんばんは、こんばんは、ありがとう。こんばんは、ま、初見さんだ。こんばんは、ま、ありがとう。ハートありがとうございます。またアイドルソング歌ってほしいな、ノエミとか。確かに最近歌ってないね。ノットイコールミーさんめっちゃいいよね。最近あんまね聞いてないんだけど、あの本当に最近の曲めっちゃ好きだよ。幻だっけ、なんだっけ、悪なんたら。嫌だから黙ってる。誕生日同じなの？9月2日。やったね。じゃあ占い全部一緒じゃん。一日の過ごし